皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターバイオレット、今日は学校からですね。一つ久しぶりにまた授業を受けましょうか。前回ね、対空の主を倒した後からです。さて、授業続き受けてるようになったって話なんだけど、まだ受けてなかったんだよね。こんにちは。あ、全部3が増えてる。じゃあ受けていきましょうか。とりあえずまず生物から。ジニア先生の授業です。よろしくお願いします。久しぶりだな、授業受けんの。はい、こんにちは。お久しぶりだわ、ジニア先生。どうもどうも。お勉強を始めましょうか。さあ、生物の授業だね。前回は卵の大切さをお伝えしたんでした。そうやったな、忘れてたわ。ああ、そういえば皆さんはポケモン図鑑使ってくれてます？ポケモン図鑑は卵から生まれるポケモンもちゃんと登録されるので安心してくださいね。もう昔は選ばれたトレーナーだけが持ってた図鑑も全員が持ってるもんな。アプリだから。えへへ、実はポケモン図鑑アプリは僕が作ったんですよ。お前すげえな、ジニア先生。この学校で先生するよりずーっと前になりますが、僕は研究員になったんです。なるほど。その時はまだクラベル先生も先生じゃなくて同じ施設で研究してました。一緒に毎日ポケモンの研究できて楽しかったな。怒られてばっかでしたけど。なんでこの話に図鑑の話したのに。いいじゃん、話それても。あ、そうだ、今日の授業はポケモンの捕獲教えなくちゃ。捕獲をか。ね、上の時計見て、めっちゃ時間進むの早い。ほらめっちゃチックタックチックタック進んでる、ジニア先生の上の時計。さて、皆さんが知ってるようにポケモンを使える場合には、まず相手の体力を減らします。そうだね、減らして状態維持をするんだよね。減らす以外にもポケモンを捕まえやすくするテクニックがあるの知ってますか？っていう、状態異常にするんだよ。ダイダラさんすごいです。俺もう本で読んだそれ。はい、状態異常にすればポケモン捕まえやすくなる。特に眠り確率では捕獲確率がググンタップ。眠り子だ、催眠術、相手を眠らせる技があったら図鑑いっぱい登録できますよっていう。へえ。他に捕獲率を上げるにはポケモンに適したボールを使い分けたり、食事をして捕獲パワーをつけたり。あ、そうか、食事のパワーもあんのか。ポケモンの後ろから勝負を仕掛けたりね、ポケモンを捕まえるのに行き詰まったらジムを巡ってジムバッジもらって捕まえられるポケモンのレベルを底上げするのも大事。なるほどね、図鑑が埋まってきたらジニア先生に見せに行ってくださいねっていう。次はテスト。え、テストやだ。どういうこと、テストって。ダイダさんこんばんは。中間テストがあるけど生物、受けたくない、テスト。テストはちょっと俺後回しにしよう。タイム先生の授業受けましょう。次は数学授業です。やだなー。ネモさんいる。ごきげんよう。楽しい授業にしましょうね。皆さん占いってお好きかしら。いやー、俺は信じない。朝のニュース占いコーナーで運勢が良かったらなんとなくルンルン気分で、俺はだから見ない。12位だった時テンション下がるから絶対見ない。今日は運にまつわるお題で数字を勉強していきましょう。はー、ポケモン勝負でたまに起こる急所に当たった。見たことあるね、急所。ネモさん怒ってたね、急所に当たったって。急所に当たるといつもダメージがいつもよりもう半分多い 1.5 倍になるの。すごいよね、 1.5 倍って。いつ急所に当たるか当てられるかは全くの運、ラッキーなんですけど、勝負に波乱を起こすんですよ。なるほどな、その運の要素がね。急所に当たる確率知ってる人いますか？おい、知らん俺。え、 10%、 1%、 4%、 4% ぐらいあるんちゃうん。あ、いやいや、 4% なんだ。これ知らんかった、普通に俺。急所に当たる確率は正確には1/24、 4.17% と言われるらしい。そうなんだ、みんな知ってた。めっちゃためになるけど、この世界の授業。急所に当たりやすい技もあって、ストーンエッジやシャドークローラと約 12%。 え、そんな確率上がるんだ、急所の確率。気合ダメとかいう技、クリティカットという技を使うと急所率が2段階も上がって 50% で急所。やばすぎるだろ。当たって嬉しい急所、当てられて悔しい急所。ポケモン勝負って思ったより確率の数学が隠れてるんですよ。計算してラッキーを出せたらもっと戦略の幅広がるよ。すげえいい授業だった。あら、チャイムもう終わりね。次回は楽しい中間テストです。絶対楽しくないよね、やだよ。ね、ネモさん見て、全くメモ取ってない。ダイダラとネモさんだけだよ、メモ取ってないの。やる気ねえわ、これ。すいません、授業道具全部忘れました、っていう。大丈夫か、俺。さて、俺、この前気づいたんだけどさ、学校にまつわることなんだけど、ここを調べるとさ、なんかいろんなとこ行けんだよね、実は。知ってた、みんな。俺知らんかった。俺びっくりしたもん、なんかいろんなとこ行けて。これ。ダイダラの部屋も行ける。教室、などなど。なんかびっくりマークついてるんだろう。あー、先生がいんのか。ねえ。
生物室行ってみるか。先生テスト受けたくないです。いた、ジュニア先生、テストやだ。なんだ、イベントあんの。あー、どうもどうも。ダイダラさん、もう学校慣れましたかね。いいえ、全然来てません。きっとこれから楽しくなってきますよ。なんかあったら一緒に悩みましょうねっていう、いい先生や。そうだ、ポケモン図鑑アプリ使ってくれてますか。開発したの僕でしたよ。授業で聞いたで。みんながポケモン捕まえると僕にデータが送られてきて、ポケモン調査が進むんですよ。だから知らないポケモン見つけたら捕まえて図鑑埋めてみてください。オッケー、まずは30種類集めたら教えてください。もう埋まってるけど俺。え、30種類集めてくださったんですね。なんかくれるん。やった、こんなポケモン、あんなポケモン、データがわんさかだよ。もう100種類集めていくの俺。すいません、取り乱しちゃいました。おかげでポケモンのこと深く調査できそうです。お礼にこちらです。あ、なんかくれるんだ。峰打ち、いいね。捕まえやすくなる。ポケモン捕まえるの上手なんですね。峰打ちあったらいいね。次は100種類も終わってるけど。100種類終わってるけど俺。100種類集めてくださったんですね。すげえだろ俺。わー、小さいポケモン、大きいポケモン、いっぱいあるね。あー、取り乱しました。すごいね。俺にこちらですよ。ありがとうございます。ハイパーボール20が、めっちゃ嬉しい。ダイダラさんはポケモン捕まえる天才ですね。だって次は200種類、遠すぎる。大変になってきましたが、ボールを構えてえいやで。了解です。ジニア先生ありがとうございました。へえ、峰打ちかな。闇カラスって夜行性なのに昼でも生物室にいるらしいよって。なんかこういうところ聞けるのいいね。ゴース、この子は不病だから力はあんまりいいんだけど素早く動ける。え、性格って大事だからな。どっか行く。なんか結構いろんなものあるね、ここ。わー、みんないる。校長室、医療室、この先生知らねえな。グラウンドはあれだね、体育の先生だし。医務室行ってみるか。お姉さんがいる。あら、こんにちは。ミモリンってなんだ。あら、絆創膏貼ってるわ。綺麗なお姉さんだ。ようこそミモザの医務室へ。今日はどうしたの。あんたもポケモンも全然元気そうだけど。あれ、初めて見るかもだね。そうだ、初めまして。はい、転入生です。ダイダラって言います。転入してきたばっかなんだ。そう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 。あ、ダイダラで噂立ってる。こっちは噂立ってんの俺。で、誘惑早々、崖から落ちたとか、スターダンとか、ガチンコしたとか、やった。結構話題だよ、マジか。落ちた崖から。宝探し始まったんでしょ？外で面白いことあったら、医務室まで教えに来てよ。私、暇なんだよ。授業も持ってないし。サボりに来ると生徒ばっかだからな。そうなんだ。うんじゃやろーっていう。軽いな、この人。ちょっと仲良くなった、だって。うわ、嬉しい。仲良くなっちゃった、俺。ミモリンだよっていうね。うわ、違う。ピカチュウとイーブイ飾ってる。ミモザ先生って生徒にはミモリンってあだ名で呼ばれてる。ポニーってにらまれたぜ。ほら、ピカチュウ、イーブイ、みんなどっち。モココちゃんの寝顔、モココちゃんの寝顔、見てね、モココちゃんの寝顔っていう、かわいい。ねえ、寝ちゃってる。ねえ、モココ。自分が好きなポケモンには夢中になっちゃうね。うわ、めっちゃ寝てるじゃん、かわいいっす。ミモリン、元気？ようこそ。なんかあったっけ。だいたいたくましくなった。任せて、筋肉もりもりよ俺。自分で言う？顔つき変わったよ。宝探していっぱいいろんなこと経験したんだね。どんなことしてるのっていう。マジ？なんか空からうんこ飛ばしてくるやついたよ。大変だった。へえ、そんなおもろいことしたんだ。で、子供ってすごいわ。毎日新しいことチャレンジしてる。俺たちもやんなきゃな。それに比べて私、学校の先生になりたかったんだよ。なってるじゃん、保健の先生だけど。あ、今は学校保健師、授業とかできない。授業したかったの？ねえ、養護教諭の試験、全然受かんなくてさ、って、そういうの先生に試験あるんだ。何度やってもダメで、医務室で腐っちゃったよ。あ、ごめん、暗い話しちゃった。あんた、聞き上手だからついつい話したよ。何も喋ってないけどな、俺。これにこれです、また会いに来てね、っていう。三本先生と仲良くなった。え、なんかここだけなんかゲームパート変わってないか？女の子と仲良くなるゲームになってるけど。もうない、喋ること。疲れてるなら寝てけばっていう。寝てこうかな俺。ねえ、ベッドで休もうか。ベッドでも休んでサボれます。最高ですね、ここの医務室で、保健室。いや、よかった。今日ここに来てよかったわ。ねえ、ミモリ、またね。本当は学校の施設とかもね、序盤の方に来るんだろうけど、またちょっとずつねやっていこうと思います。
いや、学校だけでマジボリュームやばかったよね。さて、じゃあ今日まずね、ここのおじさんがね、ポケモン勝負してきてって言ってるんですよ。西一番エリアで。9人に勝ったらいいもんあげるってやつなんですけど、このいいもんってめちゃくちゃいいもんくれるんですよね、本当に。なので、トレーナー戦いたいと思います。なんか以前見つけてたんですけど、この辺、この道に、通りにね、2人いたんですよ。前回スルーしたんですけど、ちょっとめんどくせえなと思って。なんで、やろうか。コインを背負った。これくれかな。コインに背負った小さなポケモン探してるの。なんかいるよね、その辺にいっぱい。あれ何なんだろう。さあ、クビちゃん。小さな女の子だ。へい、ヒメフマ。かわいいポケモン使う。よし。俺の声で行こう。プリプリで行こう、プリプリ。名前はかわいいだろ、プリプリ。かわいい子です。よし、とりあえず。つぶらな瞳出た。うわー、最低だ。プリプリしちゃうわ。ついばめ。よし。もう一旦でやつけれる。すごい、二回攻撃力下げてきた。最低の行為よ、それ。プリプリ攻撃。くー、あ、でもやつけた。ナイス。さあ、攻撃力ダウンさせられたんで、ポケモン次交換しようかな。プリプリありがとう。プリプリ、ずっと服噛んでる人みたい。よし。何出してくれって見てなかった。ねえ。てか、岩運び、岩タイプの威力が上がるってすごくね、これ。飛行悪、岩の3つのタイプがすげえ威力が出るってことか、これ。すげえなさあ、ちょっとデパリオ行くか。そろそろ進化すんちゃん、君も。さあ、カヌちゃんって何？カヌちゃんって。何これ、かわいい。ハンマー、コンボを持ってる鬼かな。鬼に金棒的な。何タイプだろう、わかんねえ、全く。とりあえず、切り裂いとくか。切り裂け。すん。強い。今一つだった。鋼か、これ。欲しがるは困るぞ。持ってかれた俺のアイテム。最低だ、あいつ。何持ってかれた、これ。イカサマダイスは困るな。悪い手癖。ねえ、あれ奪った。あれまた奪った。どうなっとんのこれ。噛みついとくか、これ。すん。ひるめ。あ、今一つしか出ねえ。まずい。え、格闘鋼、ね、鋼だったらまず効かねえもんな、これ。え、困ったな、これ。ちょっと切り裂いとくか。テラスタル行こう。テラスタルノーマル。こんな敵に使うかって話だけど、え、ちょ、この敵強いわ普通に。え、タイプがわかんねえ。見た目めっちゃいいな。欲しいな、俺。あ、今の子。かわいい。さあ、ノーマルのテラサルは、ダイヤモンドみたいな輝き。切り裂け！スパッと！ナイス！強すぎる。今一つでも。いいダメージ。カヌちゃんって。なんだったんだろう、今の子。マジで初めて見た。経験値少な。鼻強いのに。探しても探しても見つからない。じーっと草むら見る。まあ、全然いない子だ。かわいそうにね。どんまい。俺が捕まえ、俺いっぱい持ってるよ、コイン。コイン背負ったポケモン小さくてすぐ逃げちゃう。捕まえることはできないけど、見つけるとコイン落とすよっていう。捕まえることできないんだよな、あの子って。ね、ようわからんけど。さあ、トレーナー今8人倒しました。残りあと1人ですね。あそこの人とあそこの人。そう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 、前回見送った人たちなんだよ。交流しようよっていうめっちゃ怪しい人、ほら。交流しようよ、僕と。うひひ。地元との人と交流するのも旅の醍醐味なんだよねっていう。さあ、旅人バックパッカー雄大やろうか。ヒゲ剃れよ、ちゃんと。イーブめっちゃ可愛いポケモン使っとるやんけ。 お前いいな、イーブ使ってんの。イチャモンつけたろうか、イーブ。いや、水盤とこ電光石火いや。ねえ、お前食うぞ。ほら、美味しい。さあ、イーブやっつけた。かわいいポケモンで釣るな。ユタやり。よーし、どうだ。この交流、濃い。濃いか。ありがとうございました。EV どこで取ったの？パルディアの子で強いんだね。ポケセン行けよ、ポケセン。さて、トレーナー9人やっつけたので、もらいましょう！道具何くれるの？この人めっちゃいいもんくれるからな。どうもポケモンリーグでーす。9人豪華な景品ですよ。クリアチャーム、何これ。透き通った輝きチャーム持たせると相手の技や特性で能力を下げられない。めっちゃ強くない？なんか新しい道具をやっぱこのおじさんとかはよくくれるよね。まあ、特に持たせるなくてもいいかなと思ってるんだけど、塩キノコとか持たせたら強いかもしれん。ね、能力自分で上げてね、戦うみたいな。おっしゃ、さてとりあえず今回の目的地
決めましょうか。まあスターダンのアジと言ってもいいんですけど、まずね町行こうか。せっかくなんで、もうこのまままっすぐ行くだけでね到着するっぽいので、もう見えてるもんね、あそこになんかポケモンスターボールみたいな看板が、あれが、目的地、次の町です。ちょそこまでまず行きましょうか。新しい町、ちょ楽しみだね、ほんとねえ、うん、なんだこれカシオペアからのあれやで。じゃあ出た校長先生、今日もリーゼント決まってますね。あー寝るけ大なるか校長先生、繰り返すが今の俺は寝るけ、そういうことにしといてくれごめんごめん、だいたらまずは感謝するぜ。おかげでスターダスト大作戦に加わることができたからな。ねえ目的はなんで、スターダの問題とその謎、それを突き止めるためだ。ねえ謎って何、謎って半ズボンにやってますね。いじめで多くの生徒を退学に追い込んだ、アジトにこもってアカデミーを襲撃する計画を立てている。なんかいろんなことやってんねんな。いくつかやばい噂があるが、あくまで噂レベル。今直面している一番の問題は、団員たちのあまりにも長い無断欠席。やばいじゃん、不登校の状況。みんなサボってんの、スターダンに。こと5名の生徒、スターダンでボスと呼ばれる生徒は1年以上学校に来てない。やべえ、もう卒業できへん、学費だけ払っとるんか。加えて最近は下っ端たちがやんちゃを始めてる。なんか勧誘ノルマとか言ってたもんね。だから私はスターダンに解散を要望した。そして要望を無視するならば退学してもらうほかないと。そやな、もうしてもらおうねえ。しかしスターダンからは返事はない。解散か退学かどちらかを選択する期限も迫ってるんだ。そんな折に聞こえてきたのが、あなたとカシオペアの電話、あの食堂の話か。出た、またカシオペアだ。こちらカシオペア、だいだら聞こえてるか。出た、ゴニョ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 、またの機会にお気をつけよう。ゴニョリゴニョゴニョゴニョリアジトが近いようだが誰かいたかねえ。一人です。ボクスを一人倒したことでスターダンは警戒を強めている。それは二人目やな、次が。アジト攻略も以前より厳しいものになる、くれぐれも注意してくれ。了解。あそこだね、またレッツゴーバトルすんのかなスターダンは。でもちょっと先に俺町行きてんだよ。町はこっち、道間違ってたんか俺。はい、じゃあちょっとたどっていきましょうか。まあ道中のねポケモンもねちょっと見てるんですけど、まだみんな捕まえたことある子ばっかだなっていう感じ。あれ町の道封鎖されてるけど、すいません、すいません、飛び越えますね。あれ通れましたね。はい、ありがとうございました。え大丈夫ですか、本当に大丈夫ですね、多分。うん、多分そういうもんです、ポケモンって。あのバリケードなんだろうね、おじさん。あ、戦うんですか、おじさん。あのバリケードはスターダンのアジト、危ないからおじさんと勝負だ。関係ある、その話の文脈。おじさんの方が結構危なそうやけど。たかし結構怖いよねえ。たかしはコイキング、あ、たかし無害やった。たかし疑ってごめん。たかしはいいやつやわな。スイバも美味しい、コイキングいただきます。美味しいな、このコイキング。なあ、プリプリ食べていいぞ。よーし、いいぞ、咲かします。まあこのままいきましょう。さかちゃんです、さかちゃん。咲かしますね。まあついご飯いただきましょうか。スイバ見ます。痛い、敵のレベル16とかだから多分まだそれ当たりたいでしょ、レベル帯もこの辺も。まあ問題ない感じですかね。右回りに行ったらねえ、なんじゃものとこだったじゃん、確か。で、左回りに来たら多分こっちのルートって感じなのかな。で、ここで多分大変なことになるっていう感じだと思うんで、まあ、ちょうどいいかなと思います。あ、チルトだ。俺前回捕まえ損ねたんだよ、君を。違う方とバトルになっちゃった。お前かよ、よう出会うな。さあ、とりあえずチルトも捕まえておきましょうか。まだね、前見つけたけどさ、確か倒しちゃったんだよね、間違って。はい、ゲットチルト。今回メガ進化とかないよね。なんか復活してほしいような、メガ進化とかダイマックスも。あれ好きなんだよな、なんだかんだ言って。さあ、チルト、綿取りポケモン。自分も周りも綺麗でないと落ち着かない性格、汚れを見つけると羽で拭き取るぞっていうクイックルワイパーみたいな腕してんもんな。よし、
サンキュー、バイバーイ。ということで、チュルット仲間にやったよ。ポケモン図鑑もまだまだ埋まる。変なおじさんもいっぱいいる。よし、とりあえずポケセン到着やな、これで。いやー、遠かった。新しい町までやってきたよ、これで。ウェイ、カラフシティだって。さて、カラフシティ着いたんだけど、ここがあれだね、なんかまたジムもあるんだよね。悪のとこと水と、結構どっちも大変そうだな。まあ、とりあえず今回ね、ちょっと街の探索していきましょうか。よし、砂漠もちょっと見学しに来てんだよな。どんなもんなのかって、敵の強さね。一休みだ。ここはライドポケモンが一休みすればした。ライドした後はちゃんと ねぎらってあげないとな。サンドイッチあげてるか、元トカゲな。あ、マリルちゃんだ。カラフシティはマリルが喋ってくれた。いいとこだよってやつ。どんなとこ。水の町見ればわかるよっていう。水か、結構きついな、水タイプ。アイス食べたい、ベンチ見たい、座りたい、で噴水見たいって。これ何これ、メガネ屋さんだ。メガネ、俺メガネあんまいらないけどな。メガネの里ですよ。メガネの里って何やねん。いや、これサングラスとかねえ、まあ、ちょっとそういうの変えたりって感じかな。ねえ、まあぶっちゃけいいかな、メガネは。よし、素敵なメガネで行ってらっしゃいませ。メガネしてないけど俺。結構いろんなお店あんのかな、ここ。あ、なんだこれ、わざマシンゲットした。帽子屋さんたまにわざマシン表示されないんだよね、ほんと。もう困る。わから何ゲットしたか。あー、見て、バケットハットとか売ってる。いいね、バケットハット。あとね、バケットハット以外にはマリンキャップ。マリンキャップいいな。あとはビーニーってやつだね。この、あー、これもいいね、こういう帽子も。なんかおしゃれボーイって感じ。なんかでも、これにしようか、マリンキャップにしようかな。これ、素晴らしい選択ですね、っていう。かぶりたいです。ありがとうございます。帽子かぶろうと、マリンキャップ。なんかいいな、このマリンキャップ。ねえ、学生帽って感じする。噴水とかある、すげえ。あ、これってエレベーターでは？わー！噴水じゃなくて水車や、あれ。水車の力を利用して上に上がるみたいな不思議装置だ。すごい、何でもあるじゃん、ここ。出た、これ高級店だ、高級店。わ、ここ女の子向けのやつだ、見て、すっげえ乙女。ほら、これとか可愛いよな。8万とか高え、ここ。なんかメンズはなんか別なんじゃもんとこの街にあったよね、確か。美しいやつはな。他の地方では元トカゲ以外にもライドしてるって本当かな。ケンタロスとか乗ってた気する。うん、自転車で旅するのも憧れてるよ。なるほどな、起伏が激しいから使えないんだ。あ、ここがジムね。あ、待って、ジム近寄っただけでなんか絡まれる、絶対ネモさんに。うわー、遅刻遅刻。なんだあの人、どっか行っちゃったよ。あー、アイダイさん待ってくださーい。行っちゃった、忘れもあるのに。どうもどうも、ジムの調整さんなんですか。え、いや、違いますけど、口ではそう言って調整さんなんですよ。大きな先ほどの大きなおじさんはカラフシブリーダーのハイダイさんよ。彼たらちょっぴりお茶目で市場に買い出し行くのに財布忘れちゃったんですよ。困ってるんですよ。財布届けてくれませんか。いえ、すいません、ジムの調整できませんし、私も受付離れられないんですよ。それではお願いします。持ち逃げしようぜ。よし、だって届けよう、だって、届けてくれたらクリアですよって。は、砂漠を抜けた先にいますって、アホやろ。え、そんなちょっといきなりなんかめっちゃしんどい内容だったけど、急に砂漠へ行けだった。砂漠敵強そうやからやめとこうかって話してなかったっけ、俺。してたけどな、おかしいな。あ、わざわし発見。ミストフィールド。さあ、よし。水の石。水タイプ系のやつがいっぱいある。あ、これ、クイやない？噂の。噂のって言うのは俺前を見つけたやつ。クイクイだ。こんなとこにある。2個目だ。抜いちゃおうぜ、これ。黒くてまがまがしいクイが埋まってる。よくわからんけど抜いちゃおうぜ。世界各地に多分あるんだろうな。杭を抜くとボロボロに崩れて消えてしまった。今回のなんかの収集要素とかなんかそういうやつだろうな、多分。ちょっといまいちまだわかんないけど。
まあ見かけたら引っこ抜いておきましょう。そういうのはね、街全体を青くしたら監督の方が増えた。さ、数年前にハイダイさんが提案したんですって。観光地にするために、盛り上げるためにいろいろ頑張ってくれたってことなんかな、多分ハイダイさんって人が。すごい、今作のポケモンのおもろいとか、こういうとこも歩けることだよね。こういう金の玉だ、略してはいけないね、おもろいよな。ほら屋根の上も歩けたりとかね。あれどこ行った？カメラが今バグった。カメラカメラがバグってる。カメラワークバグりすぎてる。吐きそうだった今。ここマジ、高さ広すぎない？ここ高低差やばすぎる。何ここ？ハイダイクラブ、ジブリだ。ハイダイさんのお店だよ。お店なんだ。こんにちは、何屋さんですか？へいらっしゃい、ハイダイクラブへ。飯だって。ほー、捕獲パワー、経験値パワー、落とし物パワーだって。何食べる？ドーファー食べる。ドーファーね、お願いします。お腹減りました。3000円でディナーですよ。いいもん食えるぞこれ。ドーファー、これ何デザートこれ？あれ、俺思ったのと違ったけど、うん、あ、甘くて美味しい。いやー、美味しいご飯食べました皆さんね。うちのツレション飯ですこれ。あの皿いいな。みんな飯食おうな。飯食うと見れるから、なんかいろんなものね。手助けです。よし、まあこんなもんかな。ここの町広いな。あ、イルカちゃんだ。イルカいいな。あのイルカ欲しい俺。でここが噴水か、観光名所の一つかな。いいね、こういうとこ。力の鉢巻きめっちゃいいもんゲットした。いや町広いな。で下側が砂漠とかバトルのフィールドってわけね。ここがね、ね、いろいろと水だ。ほんと水がすごいね。だから砂漠の町のオアシスっていう感じなのかな、ここって。すげえ砂漠だ、マジ砂漠だな。へー、なんか街全体の作りがすごいよね、今作のポケモンって。ほんとに、ま、こんなもんかな。よし、さあとりあえずじゃあ皆さん今回ここまでにしとこうかなと思いますね。あ、ポケモン勝負してますか。おじさんまたいた。次どこ？ロースト砂漠。砂漠とかで戦わなかったな。さあ次回なんですけど、まあ砂漠行くか、悪タイプのでこの人倒すかでやっていきたいと思います。砂漠を越えた先、砂漠には主もいるんでね。でここに行くと、財布を届けてと、ジムリーダーに挑戦するジムチャレンジクリアってことになるので、そのクリアってことにしてもいいし、ちょっとやることいっぱいありますね。さあいろんなこと、道が出てきました。さあ次回はどうしましょうか。また学校の授業を受けたりとかもね、進めながらやっていきましょう。それでは、チャンネル登録しなかったらチャンネル登録、そして高評価よろしく。新しい帽子いいな。また見てくれ。オースパヨー。